はい、どうも、トワイスです。今回もサイコブレイク続きやっていきましょう。さて、セーブも済みましたし、これで心置きなく好きなように戦えますね。前パートでも言いましたけど、弾薬の節約とかスニークキルに関してはもうどんどんやっていきたいと思いますので、そのため多少戦闘においては時間がかかるところもあるかもしれませんが、そのあたりはすいません、ご了承ください。さようなら。ドアが近くにあると調べるものがなければもう蹴っちゃうのか。さてと、あんまり歩き回ってるとどうやらこいつら復活するらしいですからね。あんまりもたもたはしてられないかななんて思います。ほい。さあ、ここから怖さを紛らわすために口数が多くなるかもしれませんよ。もんだな。あ？ほい。これは取っておくといいことがありますね。こんなところにあったな、あったんだって感じです。まあ、まだうるさくしても大丈夫だろう。という若干甘い考えで進んできてますが、どうでしょう。おい、ここの住人か。ここがどこか。私はもうダメだ。最近救急医療の経験がある友人から話を聞いたんですけど、知らず知らずのうちにくも膜下出血を起こしていて、あ、頭が痛いってなってる時に、ちょっと様子見てみようって言って目に強い光を当てると、それが再発してそのまま死に至るなんてことがあるらしいですっていうのを今ちょっと思い出したかなっていう感じなんですけど。さて、どうしよう。向こうに行ったやつは向こうに行ったやつで戻ってくるだろうし、もうダメだった老人の方は今こっちに戻ってきてるから、ちょっと隙を見るのはもうちょっと後かな。さようなら。お、やったぜ。ハンドガンの弾じゃないか。さて、あとはもうダメだった老人の方だけど、どこ行った？あー、ぼやけてますけど頭がちらっと見えましたね。さあどうしようか。さあ、どうしようかというか、
私の場合はどうしてくれようかの方が大きいかな。さようなら。お、いいね。序盤でこんなに弾が手に入るのはありなんだろうか。お邪魔しまーす。何もいないかな。いないならいないで。いろいろもらっていこうか。マッチ。これは死体かな？うん。お、注射器ですね。注射器これ、確か2本目ですよね。明かりつけようか。何にもなかったかな、この辺は。何にもなさそうですね。何かはあると思ってたんですけど、意外としけ、あ、いやいや、あったね。トラップパーツ美味しいですぐらいかな。あとは別に忍ばなくていいか。波の音が一瞬うめき声に聞こえた。見ていると吸い込まれそうだ。特急電車が通過するときもなんかそんな感じしますよね。なんかあるかな、この辺。なんもないのかな。割とどうでもいいところで探索してて、肝心なところで見逃すなんてことよくあるんですけどね。ああ、開けたところは好きじゃないな。明かり消しますよ。ちょっと暗くなるかもしれませんが。さて、どういう配置だ。そこに一体、向こうにも何人かいたような。そこに一人なんだよね。で、振り向かないよな。怖えな。まあこの辺は多分安全だろうけど。向こうに一人。
しまった。ちょっとね、戻ります。この辺は大丈夫かな。忘れ物しました。これは取り逃しですね。湖畔集落の式、なぜ湖に灯台があるんだ、いつからあの場所にあったのか、何も思い出せない。回る光が私を照らし、私の心を通り過ぎる。毎回何かが奪われていく気がするが、何が奪われたのかもう思い出せない。こんな集落みたいなところにあるのに、なぜかビーコン精神病院のファイルに閉じられてましたね。あ、スニークキルするとあれか、死体消えるのか。それは初めて知った。それとも序盤だけかな。さて、こっからどうするかですが、多分瓶を投げれば奴を釣れるんですが、後ろの奴らに気づかれないところにってなると、多分この辺になるんじゃないかなって思うんですけどね。だとしたらだ、もうちょっとこっちからだとちょっと危ねえかな。見つかりそうだな。あえてこの手前側に投げるか。で、ちょっと荷台を投げた瞬間に、くそ、警戒されてんな。出なくて正解か。瓶一つ無駄にしたな。もう一つあんじゃん。頼むよ、振り向かないでよ。オッケー、さようなら。何か落とした。脳汁、100でも脳汁は美味しいよ。ああ、別に向こうの敵無視してこっちに行っちゃってもいいのかな。いまいちどっちが進む道なのかわからないところがあるんですが。さて、瓶が一つあるから戦略としては一応立てられるかな。ちょっとぐらい。まずこの茂みからですね。策的ですよね。クワみたいなのを持ったのが一人いたなーっていうのは見えたんですけど。今どこにいるんだお前。ああ、見づらいな。別に大通りまで出ちゃっても、多分、この距離なら気づかれないとは思うんですけどね。若干明るいから、心配。あいつの行動パターン的には、戸の前をぐるぐるしてるだけなのかな。ぽいですね。だとしたらここに隠れられるのでは。オッケー。さようなら。松明を手に入れたぞ。中にいるのかな。埋
めき声がするからいるんでしょうけど。トロフィーですね。サイレントキル。ちょっと松明より一回釣ってみる。それともこれあれかな、中じゃなくて外にいるのか。トラバサミの解除、この距離で解除できる。これ後ろじゃないよな、大丈夫だよな。あ、バレたわ。あ、バカめ。あ、使える、さようなら。あ、松明持ってくりゃよかったな。お疲れ様。さて、うめき声もしなくなったんで、じゃあこっちが進む道なのかな。まあいっか、探索は密にしたいところなのでこっちかな。お、のじる、声がする。この壁の向こうにいそうですね。ちょっと暗いですけど、すいません。いるのかな、この先。この建物の中っぽいですね。だね。来るかね、まさか。さすがに乗り越えては来ないか。向こうの部屋に入って、部屋の奥まで行っちゃう。で、そのままのルートで戻ってくると。今度は反対側に行ったな。で、こっち側に来て、部屋の向こうへ行くと思いきや、こっち側の巡回に来ると。
最近のゲームは行動パターンが決まってるように見えて、実は主人公が近づいた瞬間に行動パターンを変えてくるなんてこともありえますので、十分注意していくに越したことはないですかね。脳汁ですね。お、脳汁ですね。ただ一つ心配があるとすれば、大丈夫なんだろうか、この実況、こんなスローペースで。こっちは何もないのか。この家は調べた気はしますけど、さっきうめき声にビビって全然調べなかったんで、ある程度ランタンで照らしながら調べていくような感じで行こうかな。お？あ、注射器だ。これは使おう。はい、おいしい。波か。いやー、いまいち波の音なのかうめき声なのかわからない時がありますね。怖い怖い。なんもないかな。向こうは、ここは降りれないか。柵になってる。この荷台は乗ったりできなそう。ただトラバサミとかで無駄なダメージ食らうのだけは勘弁な。はい、オッケー。ここはさっきのところか。うん。こんなところに。早くもトラップパーツが7も溜まっているというありがたみ。おっと。ここもか。油断も隙もあったもんじゃない。自分でやってる時もこんなに入念な探索はしなかったんですけどね。さて、どうやらこっちが進む道っぽい雰囲気を醸し出してるので、私はもう一つ他の方に見えた集落に行くぜ。その前にここか。お、マッチは拾いきれない。弾一発だけ。一発だけとはまた。よく今ので瓶割れなかったな。何もないかな。なさそうではある。こんな変なとこにトラバサミ仕掛けてたら、むしろ切れますわ。お。さあ、こちらには、住民の方はいらっしゃいますね。ちょっとこっち見てる感じだから前進は控えよう。ちょうど隠れられるぐらいの高さですかね。
こっち来んなよと願うぐらいしかできないけれども。とりあえず一人。あれ、私はもうダメなの人と全く同じ外見をしてらっしゃる。湧いて出てくるのか、あんたも。そこで止まってくれるのはありがたい。なあ、それが運の尽き。松明か。松明、あ、脳汁。松明で、燃やせないか。あれ、瓶どこ行った？まあ、いっか。松明があればある程度アサルトな戦い方ができるからな。一人に対してだけど。松明使うと燃やせるんですよね。お邪魔しまーす。燃やしとこ。マッチ一本拾えませんでしたからね。1、2本は使ってもまあいいだろう。うめき声は聞こえないですね。アイテムがたくさんある。この日記みたいなのは取れないんだな。やめとくか。全部を全部燃やせばいいってもんじゃないと思うんだ。ちょっと次来たらマッチの使用回数も、使用回数というか持てる数も強化しておこうかなっていう感じですね。というか、あれか、脳汁溜まってるから今戻ってもいいのか。戻れないかな。戻れないか。ではでは。松明が降る。マッチどこにありましたっけ？この辺だっけ？こっちじゃなくて、この辺だった気がしたんだけどな。隣の家だっけかな。これか。まあこれで心置きなく進めるのかな。お前ら生きてたか。よかった、燃やしといて。うん、いいね。自動ドアやめて。さてと。
なんか音が聞こえた気がしたけど、気のせいかな。ちょっとあれは分が悪いな。何いる？1、2、3、そのまま気づかないでくれよ。4、5人かな。5人か6人ぐらいがいる。ランタン消そう。松明持ってるからあんまり意味はない気がするけど。場所選びを間違えたかな。あ、バレた？マジで。ちょっと走るしかないか。こっちでいいんだよな、多分。畜生。よかった。チャプター2、無事クリアですね。厳しい。セーブしましょう。あら、結構長い時間やってますね。じゃあ、今回はここまでとさせていただきます。次はチャプター3からやっていきたいと思います。大丈夫かな、俺。では、ご視聴ありがとうございました。失礼します。